女水館バンコクは、タイ王国、バンコクミンブリークにある日系のインターナショナルスクール。4万人を超す日本人が在住しながらも日系高校がないという状況にあった。タイ国内において、日本人教員による日本語を使った日本のカリキュラムに準じた教育の実現、海外で活躍する。 日本人の家族が安心して滞在できるための子女教育の場を提供することを目指し設置された大発の日系高校。授業は助水館高等学校の特進コースに準じており、日本の大学受験に対応できるカリキュラムが組まれている。英語、タイ語、タイ文化の授業にも力を入れている。水のごとくなくてならない人になれ6月に行われる。展示は各学年ごとに、 舞台発表では、クラスや部活動、気の合う仲間単位でチームを組んで準備をし発表する。文化祭準備のために、帝国下校をせず、放課後も残って活動することもある。タイの現地の高校を誘致する試みもあった。12月に行われる。組み分けは、アルファベットの AD を使い、生徒会が考案したメンバーで振り分けられる。バスケットボール、 バレーボール等の基本的な種目から仮物競争といった珍しい種目まで盛り込まれている。4から5種目の競技の得点を争い、上位3チームが表彰される。平成23年からは、午前の部が体育祭、午後の部が三総会という構成になった。この日の給食は保護者が来校し、食事を作るために日本食である。平成22年から始まった。 生徒会企画の試みであり、洪水の被害に遭った小学校や病院へのボランティア活動などが年に2回から3回、不定期に行われている。生徒の参加は自由である。その他の行事としては他校の文化祭へ参加し、舞台発表を学校全体で行う活動がある。平成23年度では、大比、工業大学、平成24年度では、 縄民高等学校の文化祭に参加し、ダンスを披露した。ありがとうございます。